こんにちは。有吉沢子作青い壺第2話の6回目をお送りします。虎像の方は、街灯の襟に音がいをうずめるようにして、胸にはしっかりとデパートの包装紙で包んだ木箱を抱きしめ、黙々と家から地下鉄の駅まで歩き、地下鉄で都心に出ると、 どこを眺めて探すでもなく半年前まで日曜以外は必ず通っていた道を歩いて元の会社へ入っていった「あらまあ山田さんお久しぶりですね」受付の女子社員が懐かしそうに声をかけたが虎蔵は「やあ」と言っただけだ。 エレベーターに乗ると6階のボタンを押した。虎蔵が勤めていた会社はこの大きなビルの中で4・5・6階の3つのフロアを使っている。役員室は6階であった。原副社長は在室していた。虎蔵を見ると思いがけないという顔をしたが 別に迷惑がらずにタバコに火を吸いつけた「いやあ山田くん珍しいね元気ですか」「はあおかげさまで元気でございます」「長い間お世話になりましたのにお礼にも伺わず失礼いたしておりまして申し訳ございません」「そんなことは君いいんだよ」 これはつまらないものですが、お宅で使っていただければと思いまして、持ってまいりました。困るねえ、そんなに気を使うことはないんだよ。家内がよろしくと申しておりました。どうぞお納めください。奥さんは元気ですかはあ、おかげさまで家内は元気でございます。 副社長の奥様にもどうぞよろしくお伝えください。深々と一礼すると虎蔵は副社長室を出た。原氏はあっけに取られて見送っている。これだけ言うために会社に来たのだろうか。しかし虎蔵はオーバーを抱えると 役員室のあるフロアから階段で5階に降り半年前まで彼が勤務していた書向の部屋にすっっっと入っていった彼の後任はちょうど彼と入れ違いにエレベーターで専務の部屋に行ったところだったその空席に虎像はごく何気ない調子で腰を下ろしたあんまり自然な動きだったので すぐ気がついたものは誰もなかった。虎蔵は目の前の伝票の束を左手で引き寄せると、右手で印を取り、伝票をゆっくりめくりながら藩を押し始めた。押している藩が山田でないことに頓着していない。すぐ前の席にいた社員がそれに気がついた。声が出ない。 女子社員が腰を浮かした。まもなく数人が息を呑んで見守る中で虎蔵は悠々と伝票をめくり班を押し続けたあちこちで電話が鳴り朝のオフィスの慌ただしさが飛び交う中で虎蔵を取り巻くデスクだけは死んだように静まり返った。 今日はここまでといたします。ありがとうございました。